ホーリー祭で色子を掛け合うクリッシュナと愛人ラーダと牛飼いの娘たち中級世紀の絵画ホーリー祭とはインドやネパールのヒンドゥー教の春祭り春の訪れを祝い誰かれなく色子を塗り合ったり色水を掛け合ったりして祝うホーリー祭はもともと豊作祈願の祭りであったがその後クリッシュナ伝説などの各地の悪魔払いの伝説などが混ざって 現在見られる形になった。ホーリー祭の特徴である色子や色水を掛け合う、由来は、カシミル地方の伝承でこの日に人家に押し入ってくる、悪気、ビシャーチャを追い払うため、泥やお物を投げつけたのが、始まりとされる。そのため黄色は尿、赤は血、緑は田畑を象徴すると言われている。色水は色子を水に混ぜて作る。 ホーリー祭で使われる色い色こ,こだらけになった女性インド歴第11月の満月の日から始まり2日間にわたって行われるまた祭りの1日目をホーリー2日目をドゥルヘンディと呼ぶ2016年は3月24日2017年は3月13日2018年は3月2日の午前中がクライマックスであるが前日から 色子の掛け合い等を始めることもある。祭りの前週から繁華街には、色子や水鉄砲を販売する露店が多数出る。人々は色子等を購入して準備する。当日は、他のヒンドゥー教の祭りと異なり特定の神に対する祭礼はなく、地域の人たちが集まって、祭りが始まる。初日の祭りは、日没から始まる。男女のグループに分かれ。 ファグアーと呼ばれるヒンドゥー教の神々や、現実の男女の愛情を表現する歌を掛け合いで、歌う。また、ホーリカーダーハと呼ばれるホーリカーの神話にちなんだ、焚き火を燃やし、悪霊を焼き幸福を祈願する。二日目は、泥水や色水の掛け合いを行う。祭りが始まると、友人知人は元より通りがかった、見知らぬ人にまで、顔や体に色粉を塗りつけたり色水を掛け合ったりする。 男性が女性にかけるなど、決まりにのっとって行われる地域もある。色粉を塗り合った後は、ハッピー、ホーリーと言いながら抱き合うことも多い。最初は特定の色を額に塗る程度だが、次第にエスカレートして顔全体や体中が色だらけになってしまう。また、ヒンドゥー教徒は、比較的飲酒を忌避するが、ホーリー当日だけは、盛大に飲む人が多く、昼頃には、 芝生や木陰で酔いつぶれている人をよく見かける。特に、インド北部の村ナンドガオンとリンソンバルサナは、それぞれヒンズー教の神クリシュナとラーダの故郷とされて、独特な祭り儀式が注目される。ナンドガオンの男性がバルサナを訪れ女性をからかう。すると女性は男性を棒で叩く。男性は盾を使って身を守ったりできるが、叩き返してはいけない。 これは、ヒンズー教の伝説で、いたずら好きなクリシュナが、バルサナを訪れてラーダをからかったため、ラーダとその友達は、仕返しに、クリシュナを棒で叩いて追い払ったということに、由来している。ホーリー祭に関して、民族学者による複数の報告があるが、その祝い方は、インドの北と南などの地域差、また、社会階層によって大きな違いがある。小西生活は、 各地の事例をまとめ、法ーリー祭を構成する6つの共通する要素を挙げた。祝賀及び、それをめぐる、様々な儀礼や、収束色の粉や色水、もしくは泥や泥水を掛け合うこと性的表彰の開示、及びそれに伴う放落、ないしはブレイコーも儀戦もしくはそれに類する儀礼、何らかの形で、ブランコと関わる儀礼、法リー王の演出、更新ダック、 または、パラッシュは、伝統的な色子を作るのに使われる。マイスールの市場で販売されるホーリー祭のための、色子季節の変わり目である春の季節は、ウイルス性の発熱や風邪を引き起こすと考えられている。ガラルと呼ばれる天然の色子を祈りを込めて振りまく、ことは、医学的な意味も持っている。色子は、伝統的に、アーユルベーダの医師たちが推奨するインド船団、クムクマ、 ターメリック、ビルバ、その他の医薬用ハーブなどから作られるためである。多くの色は原色を混ぜ合わせて作られる。職人は、ホーリー祭に先立つ、数週間から数ヶ月の間に、天然資源から乾燥粉末の形で、多くの色を生産し、販売する。森本達夫著ヒンドゥー教、中高新書2003年56ページ。 abcd アギ1991ピアニッシモ6591エブリングカリーンホーリーアンヒンドーフェスティバルアンドイッツリフレクションイングリッシュメディアダイオーダヌングでスタンダードウントダイディフェレンゼルンデアディスカーズオクトンで41リングイスティスカンコロキュアムズインマンハイム2006 1 107 978から36億3159万9174ホーリーカラーズソサエティーフォーザ・コンフルエンスオブフェスティバルスイン・インディアハットセレブレーションパウダーズパーカラーありがとうございます